白い発泡をまとった JR 別府駅の油屋熊八像。王将の駒を掲げて名人戦をアピールする姿に、行き交う人たちもカメラを向けます。いいですね、今今気づきました。いいですね。はい。すごい目立ってていいと思います。史上初めて8大タイトルを制覇した藤井聡太八冠。4月から始まった名人戦は、 豊島将之九段に三連勝していて。第四局が今月十八日と十九日に別府市で開催されます。別府対局を盛り上げようと、市の実行委員会は勝負飯プロジェクトを指導。藤井八冠も対局中に食べるかもしれない、自慢の別府グルメを載せたメニューブックが完成しました。名人戦第四局は。こちらの趣のある和室で開催されることになりました。 藤井名人はこの辺りに座ることになりそうです。対局会場となるのは、創業70年の活泡旅館もみ屋。1997年に日韓首脳会談の晩餐会が開かれた宴会場です。藤井八官は勝てば初防衛が決まり、豊島九段にとっては後がない重要な対局は、格式ある静かな旅館が舞台となります。 もう、勝ってもあれで。厳しい戦いで、勝ち終えてほしいなと思います。最後、決めてほしいですね。別府で。<laughs> 名人戦、別府対局まで、あと8日。別府市内は、前夜祭や、小中学生の将棋大会。大盤解説会など、さまざまな関連イベントで賑わいそうです。